こんにちは、花ちょうちんです。でーやろ、花ちょぱぱぴ。まあ僕中学校3年生の頃から YouTube やってるんですけども、それはまあ中3の頃はね、おせちでも面白いとは言えない動画を作ってたわけですよ。やっぱり動画って編集している自分も笑えたら初めて面白いと言える動画なんじゃないかなと思ってまして、僕はもうかれこれね、ここ数年間はやっぱ自分で編集してる動画も笑いながら編集できてるので、それなりにはまあ面白いのかなとは思ってるんですけどね。けどやっぱ中学生の頃はね、真顔で編集してたわけですよ。ただやっぱあの頃の僕のレベルはどのくらいだったのか気になるので、今回はまあなんとかして適当にね、中学校3年生くらいの YouTuber の動画を探して、その動画を見た後に、まあ、自分の動画を見て僕のレベルはどのくらいだったのか、まだマシな方だったのか本当に最低だったのかっていうのを見ていきたいと思います。やっぱり自分の動画となるとね、うわちょっとこいつおもろいやんって思ってしまいそうになるので、やっぱり自分のこと大好きなので、もうそこはもう心を殺して本当に客観的に見て、僕の中3の頃の動画レベルどのくらいだったのか調べていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー、サンディエゴ。まずは中学校3年生のチャンネルを探さないといけない。これが一番むずいな。レインボーズ、これいるだろ、さすがにレインボーズはいるでしょう。あ、いた。めっちゃいるわ。4年前だ。このレインボーズさんのね、自己紹介動画を見て何年生なのかを聞き出しましょう。どうもレインボーズのスモーキーとゼロです。イエイ。なんでちょっとハンサムなん、こいつらムカつくな。今日から YouTuber となる中学生だね。そうだね、そうだね。じゃあ終わりだね。オッケー、せーの、 I'll be back。 最後まで動画を見てくれてありがとう。次回はマシュマロキャッチあるよ。スカイピースに憧れてる系だ。まあでも中学生つってたんで、この子たちと僕の動画を見比べたいと思います。顔かっこいいな、マジでこいつら。めっちゃラップやっててほしい。まるメントスコーラという動画を見ていきます。どうも、レインボーズのスモーキーです。うわぁ、後ろスカイピースっぽ。口の中でメントスコーラ。レインボーズホーム。まずコーラを用意しました。結局人間ね、あれなんですよ、鼻筋がいいか悪いかなんですよね。ちょっと BGM 大きいですかね。3、2、1。酔い中、あーなんちゅうの、滑ってんな。頼むから吐いてくれ。え、嘘でしょ。頑張れ頑張れ頑張れ、吐け吐け、吐いてくれよ。面白いとは思えませんでした。まあ、今回面白い面白くないっていうよりは、僕の中学生の頃の動画と比べるっていうのがメインなので、うん、別に面白くなくてもいいんだよ。これより面白くなかった時、僕は何のために生きてるのか分かんなくなっちゃうよ。このさっきのメントスの動画が初めて動画出してから12本目の動画なので、僕も12本目の動画見たいと思います。難易度激ヤバのテーブルクロス引き。あー、これか。これなんか前の動画で一回見せたことあると思うんで、じゃあまあそれの前の妖怪の気持ち味わってみたという動画、当然のごとく非公開にしてますね。公開にしといてあげるか。公開にしときます。怖すぎる。行こう、スタート。どうも、どちらです。ちょっと待って。ダメだ、客観的に見ないとダメだ。マスクで隠してるくせにめっちゃ鼻見せるやんと思って。あと後ろにある高校の体験入学でキャドで作ったしょぼい家がじわりますね。スタート。どうも、どちらです。うわー、ちょっとこのニキビが増え続けるざわ、縮まるな。そう、節分、豆まきですよ。テロップのレベルはもう一緒ですね。あ、僕のうちのね、豆まきもものすごく面白かったですね。前開きするよ。あ、お、今回はな、やばい、やらせと滑り案件。最近はもう妖怪ウォッチやらね、こいつの BGM でかいな。だからね、何をするかって言ったらな、カットが少ないっすね。今はお、俺がここに登ってるじゃん。で、こっからさ、もっと向こう側にジャンプしようと思ったらさ、何も見えてない。超躍力が必要な、顔も見えてない。まあ普通の人間がやるとこうなっちゃうってわけだ。だけどね、妖怪な、ねえ、いやー、リアクションすらせんやん。はあ、やばいやばいやばい。ということで今回は妖怪の気持ちを味わおうと思う。そう、用意するものはとっても簡単。ガムテープ、これだけでいいんだよ。
どうするかというとですね、頭がおかしいな。大体妖怪っていうのはさ、あの足が一本なやつが多いんだよ。一本だったらですかね、足を一つにまとめて足汚ガムテープでくっつける。いやカット少ないのほんまやばいな。今じゃありえないですからね。こんな感じでつなげます。もう離せません、全然離れねえ。であとまあ妖怪はあれじゃん、喋れねえじゃん。ブーブーブー何今のエフェクト。ブー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 シュールすぎやろいいぞいいぞ、ちょっと登って。さあ、なんて言っとるか分からんの、わざとやってんだろうな。めっちゃおもろいなこいつ。何最後のオチ、これはどういうオチなんでしょうか。難しいですねこれ。変な顔になっちゃったってオチなんでしょうかね。ニキビありますけどね、なんやねんこれ。はい、ということでレインボーズ VS ザワッチ、いやもうこれは正直俺の方が面白かった気がするけどな。まあ向こうは完全にメントスコーラの一番美味しいところを失敗してるわけですよ。逆にこっちはもう企画自体が失敗してるんですけども、まあギリ僕の方が面白かったですかね。まあこれは僕の個人的な意見なんで、ぜひぜひコメント欄でも皆さんレインボーズ対俺どっちが勝ったかコメント書いてください。まあ全然レインボーズが面白いと思った方いましたらレインボーズって書いてくださって構わないないので、うん、まあどっちでもいいんだけどね本当。ということでまあ今後もこの企画個人的にやってて面白かったのでまたやりたいなと思います。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ここにこりゃんせ首切り同時、悪いことすやそなたの尿道ちょんぎるぞ。ねえ、この噂知ってる？ある言葉を口に出して言うと死んでしまうっていう呪いの言葉があるんだって。何それ、変な噂。その言葉っていうのがね、本当に人が死んでるんだよ。分かってる。それでも俺はこの事件の真相を追わないといけないんだ。いやお前さんたち知っているんかね。そうか、この事件はあいつから始まったのか。お前らみんなに殺されろ。じゃあ私の子宮は4つあるってこと。パワーってなーに。いやジュゴン、死の言葉。前売り券を買うとバナナがもらえる。